ゲレー・エルネイは第二次世界大戦後のハンガリー共産党指導者。1956年に短期間、東大一初期を務めた。誕生時の姓はジンガー。ゲレーはハンガリーのユダヤ人家庭に生まれたが、彼は後に宗教を完全に否定した。ハンガリー共産党初期のメンバーであったゲレーは、クンベイラの短命に終わった共産政権の転覆後、ハンガリーからウィーンに逃亡した。 1922年に帰国したが、逮捕され、禁錮15年を言い渡された。1924年、ソ連当局に引き渡された。ソビエト連邦において過ごした20年間、ゲレーは、内務人民委員部の現役エージェントとして務めた。この組織を通して、ゲレーは、フランス、ベルギーのコミンテルンと関係を持ち、また、スペイン内戦においては、国際旅団の政治委員、後に、 NKVD の全県代表として、ラツワンを振るった、第二次世界大戦時、ハンガリー共産党国外局員となる、1945年1月から5月まで、最高国家会議の議員。1945年11月の、ハンガリー総選挙において、ゲレート・ラーコシマーチャー州の指導下の、ハンガリー共産党は、わずか17%の票を得たに過ぎず、対して、 独立省農業者党は57%もの票を獲得した。しかしながら、ハンガリー中流ソビエト軍の司令官クリメント、ボロシーロフ元帥は共産党が主要ポストを獲得する連立政権を樹立させた。1947年には共産党が主導権を握り、ラーコ氏が事実上の国家元首となった。ゲレーは党中央委員改正実局において経済、 保安問題を担当し、ハン・ライク・ラースローキャンペーンを積極的に行った。ラーコシ政権は、スターリン主義を求断するフルシチョフの秘密報告により、その基盤を崩され、そして彼は1956年7月18日に、辞職させられた。にもかかわらず、彼の公認として、強硬なスターリン主義者ゲレーを指名することができた。ゲレーは、ハンガリー動乱。 第二日目の1956年10月25日、放棄に対する不適切な対応を咎められ、ソビエト政治局により辞職させられた。カーダールヤーの氏と交代した後、ゲレーはソ連へ出国した。彼は1961年にブダペストへ戻るまで、ソビエト連邦に泊まった。帰国後、大弾圧の責任者として党から除名。ゲレーは死ぬまで、臨時の翻訳家として、 ブダペストで働いた。ありがとうございます。